がエアランゲンに、2学部がニュルンベルクにある。学生数は200、2004、年の冬学期の登録者で24,600名。そのうち、3分の2がエアランゲン、残りが、ニュルンベルクで学んでいる。海外からの留学生は、およそ2,500名程度になる。教職員は、総数で1万名以上に及び、バイエルン州では、第2位の規模を誇る。加えて、 近在の専門の短科大学や各大学とも緊密な連携を持ち、バイエルン州北部では突出した地位を保持している。2010年に大韓民国の不山高為基地に文校が設立され、2011年から毎年およそ50人の学生を受け入れている。1742年にブランデンブルクバイロイト編教博フリードリヒによってバイロイトに設立され、 1743年にエアランゲンに移動した。創立時はプロテスタントの大学であったが次第に世俗化した。1961年にニュルンベルクの1919 19年設立の経済社会科学単科大学が併合され大学名にエアランゲンニュルンベルクが付加された。1966年に工学部が設立され、1972年に ニュルンベルク教育大学も併合された。2004年にフュルトにおける新物資生産家庭技術中央研究所の創立が決定され、そのためフュルトが大学都市になった。他の大学出張所はバンベルクにおけるレマイス天文台及びラインフェルドにおけるブロムバッハ湖の水上競技センターである。FAU は次の学部を有する。 大学の他の設備、大学は1951年から毎年6月、7月にいわゆるお城の庭園祭と呼ばれる祝祭を催している。この祭りはバイエルンニ州の大学の年間行事の中ではその一番の頂点とされている。およそ6000人の参加者があり、ヨーロッパの庭園祭の中でも最大規模のものの一つである。 エアランゲンの中心部にある城の庭園が、野外での大規模な舞踏会の準備に充てられる。各所に、ダンスの場所が設けられる他に、松明が灯され音楽の演奏、テーブルや客席がしつらえられて、飲食の場所もある。催しの開幕は、大規模な花火で始まり、翌日の日曜日には、いわゆる市民の朝の会食がある。催しの間、 大学の学生や教授たちと並んで、バイエルン州の経済界、政界の著名人たちも訪れる。第1回のお城の庭園祭は、ルドルフ・ポーレ学長の下で開かれた。1969年には、学生の騒乱のため、1966年、1980年、そして2000年は、天候不良のために開催が見送られている。ありがとうございます。